私は見届けました。あなたが成し遂げた姿を。ルッタ、ルーダニア、メドウ、ナボリス。もはや全ての神獣は解放されました。今のあなたなら、秘められた新たなる力を手に入れることができるはず。快晴の祠へ向かい、シーカーストーンを端末に戻すのです。えい。そこまでじゃ。The fuck?그리고잠시후아하하
いつの日かあなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても大丈夫。あの人はまたきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうするのじゃ。この剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。強うなられたのう姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら伝えていただけますか。私は、さてさて、他の者に聞かせる言葉は主の口よりこそ紡がれるべきではないか。はい。今主が見たは100年前のこの場所。その剣が主の手を離れ、ハイラルの姫巫女によってこの地に運ばれた時の出来事よ。あの娘は今もハイラル城で懸命に戦っておる。主が必ず来てくれると信じてな。あの娘の笑顔、わしも今一度見てみたいものよ。Thank you.
っとくけど君のためじゃないよ。僕はガノンに借りを返したいだけだからね。これが私の最後の力。負けないで。行くぜ相棒。さあこいつを食らいだガノン。派手に行くとしようかね。お姫様、もうちょっとの辛抱だよ。
私はずっと見守ってきました。あなたの運命も苦難も戦いも。だから私信じていました。あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれると。ありがとうリンク、ハイラルの勇者。私を覚えていますか？ Who are you?